最近フレンドも、なんかいろんな実況者さんも、みんなモンハンワールドばっかやってんな。悲しいな。まあでも、庄司さんはやっぱね、シージ大好きだから、モンハンとかやんないんじゃないかな。今日もシージの動画アップしてるし。モンハンにハマってしまい、編集の時間があまりありませんでした。申し訳ございません。ですが、本当にモンハンが面白いのです。当時、私がやっていたセカンド G の思い出が蘇るかのように、私はモンハンに没頭してしまいました。シージもやります。ですが、モンハンもやらせてください。お願いします。悲しいよ、庄司さん。こんなにシージを愛してやまなかった庄司さんも、モンハンに心を奪われるなんて。年明けに一緒に飲んでた時に、庄司さん、シージで一緒に頑張ろうって言ってたじゃないですか。悲しいです、僕は。モンハンにうつつを抜かすな。今日は僕が CG 実況者を代表して庄司さんに物申させていただきましょう。皆さん、今多くの人たちがモンハン楽しんでますね。そしてそれはね、実況者さんの間でも同じです。みんなモンハンやってます。はい、いや、それくらいね、モンハン面白いんです。わかる、わかります。ですが、私昨夜作はシージに育てられ、シージと共に実況をやってきました。今後もね、僕はシージの動画をアップし続けます。はい、なのでね、いろんな人がモンハンやってる中で、シージをね、やる方は、今後もシージの動画、見てもらえたら、嬉しいです。はい。そして、庄司さん、モンハンばっか、やらないでくださいよ。みんな、シージの庄司さんを、見たいんです。ということで、ちょっとね、短いですけど、僕の今の気持ちを、語らせていただきました。みんな、これからもシージ、楽しもうぜ。ということで、今日の動画はこの辺りでおしまいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。昨夜でした。よし、今日の動画終わり。いやー、いいわ。こういう動画も久々には面白くていいね。しゃあ、まあ、CG の動画も撮ったし、もはやるかな。よいしょ。やっぱモンハンだよな、今。みんなやってるもんな。いや、それくらい面白いもんな、モンハン。やっぱモンハンやわ。ここまで見てくれてありがとう。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。右にチャンネル登録ボタン、左におすすめ動画もあるので、ぜひ押してってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。昨夜でした。どうもこんにちは、火花。え？本名言いそうになっちゃった。おい、そこ動画に入れるなよ。何入れてんだよ。カットでしょうが。庄司さん、カット。笑い方やべえだろ。わあ、いじめですわ。